G2020 の国と地域の外相は22日、緊急会合を開きアフガニスタンのイスラム主義組織タリバンが国際人道支援を受け入れテロ対策を講じるよう統一したメッセージを出す方針を確認しました G20 には中国やロシアも含まれていて会合に参加した国連のグテレス事務総長は国際社会の努力の結集を強調しました